ポケモンソルジャーの A0 です。いつないです。先日来月から始まるランコマのルールレギュレーション D が発表されました。レギュレーション C に加えて魔法無連携で連れてこれるようになった伝説幻ポケモン以外が扱えるようになった。そんな風に新しいポケモンが解禁されればすでに形成されてた対戦環境に、まあ、変化が訪れますよね。レギュレーション C だと4歳が解禁されて、まあ、水テラスタルの数が増えたりとか、まあ、ディンルーに強い海流のアンコールが増えたりとか、まあ、でも今までのレギュレーション A から B とか B から C みたいな時と比べて増えるポケモンの数尋常じゃないから、今までよりももっと環境の変化激しいよ。ほぼ全てひっくり返るぐらいの勢いで強いポケモンたちがいっぱい来るね。ということで今回は来たる7月の新シーズンに向けて環境に起こる変化の予想をしていきたいと思います。はい、まず予想一つ目は、ゴツゴツメットの増加。これはもう、間違いない。まあ、連撃ウーラオスがね、まあ、おそらく、環境で最強クラスに強いので、まあ、そこの専用技、水流連打に対してリスクをつけられる持ち物ということで、まあ、増加は間違いないよね。ウーラオスがまず、なんで強いのっていうところだけど、まあ、わかりやすいところで言うと、まず4歳に強い。サオジアン・イーユイのタイプ1技は量半減。で、輪流に対して、水でも格闘でも弱点をつける。まあ、だから、毒テラス、フェアリーテラス、水テラスなんかテラスタルされて半減量されたとしてももう片方は等倍で殴れる。一音陣のよくあるヤドマモ戦術は不可視の拳で守るを貫通できる。しまいインファイトだったりトンボ返りっていう技の存在から一音陣が突っ張るんだったらテラスタル切ることを、まあ、ほぼほぼ強制されているところでもあるから、まあ今の環境で猛威振るってる4歳そこに強いっていう点でもう今すぐにでも使いたいよ。であと、まあ、シーズン最初だと、まあ、やっぱり新しいポケモン使いたいし今までいなかった戦術試してみたいって人もいるだろうから、まあ、ワサギリとか増えると思うんだけど水流連打でボコボコです。悲しいことだけど一応翡翠大剣気もね水悪でインファイト抜群だからタスキ以外だと危険知恵並みする前にやられちゃうから、これらの技面白い性能してるよね強いよねっていう話でこれは間違いないんだけど、ウーラオスにめちゃくちゃ弱いっていうのは、まあ、なかなか厳しい。あとレジエレキサンダーレイジューボルトみたいな電気タイプが増えてそこに対する役割として地面枠採用したいってなるところに対して連撃ウラスが強いと。今レギュレーション C だとディンルーはめちゃくちゃ強いポケモンだけど、まあ、これに並ぶぐらいの強さを持ってるポケモンだからこんなんどこどこやってきたらそりゃこいつらに強いウーラオス、まあ、特に連撃の評価は上がるよね。じゃあどういうポケモンがゴツメ持つのかっていうと、レギュレーション C ですでにいるポケモンだとヘイラッシャとかサーフゴーぐらいかな、まあ、特にヘイラッシャなんてのは水流連打の後出しするんだったらもう全然ダメージも食らわなければ余裕でゴツメ3回入れられる。新しく増えるポケモンだったらクレセリアとかサンダーが、まあ、普通にゴツメと相性良くて強いんじゃないかな。特にサンダーはね特性静電気で水流連打に対して3割の麻痺っていうのを3回試行回数稼げるから、まあ、ゴツメのダメージ与えつつ、まあ、減らせることができれば、まあ、ほとんど役割を遂行し終わっている状態にはできる。ダイジェットは失われたけど連撃ウラオスに強い1点で今後も数増やす可能性はあるよね。昨日レギュレーション D の仲間大会に参加して絶対ウラオス強いからモロバレル入れようっつってゴツメモロバレルを使ったんですよ、うんうん、そしたらウラオス出てこなくてモロバレルの強さがわからんかった。すごいじゃん、いるだけで出てこないぐらいの圧あるんだから。水格闘量半減できるポケモンっていうのがそれだけで価値が上がるしゴツメ持たせがいはあるよ。他にはドヒドイデとかボーマンダ、カイリュー、マリルリとか。カイリューレギュレーション C だと最強ポケモンだけど、まあ、ウーラオス受けとしての性能も悪くない。なんだけどこれらのポケモンって、まあ、連撃にはそりゃ強いんだけど一撃ウーラオスの対策としては成立してないポケモンはちらほらいるよ。特にクレセリア、サーフゴーなんかは結構最悪で暗黒兄弟痛すぎるし。なんでウーラオス対策にゴツメが通用するかって水流連打が3回攻撃でいっぱいゴツメに触れてくれるからであって、一撃は1回攻撃ですごいダメージをボンって出してくるから、そこに6分の1のダメージ与えたところでそんな負荷かかってないから。そうね、実際暗黒強打で HB 3台に対して約半分のダメージが入る。麻痺が入ればいいけど入んなかった時は定数ダメージ2回与えて終わりだから。仮に一撃じゃなくて、まあ、ちゃんと連撃だったとしても型によってはこの対策も返り討ちにされる危険性だってあるよね。剣舞から崩されたり、まあ、トンボで逃げられたり、パンチグローブでゴツメ無視されてボコボコに殴られるみたいな。こういう対処の仕方持ってるっての、まあ、最強ポケモンにありがちなところではあるから、まあ、気軽に採用できる中だとゴツメは、まあ、一家に一台採用しててもいいんじゃないかな。ゴツメ枠っていう
言い方、まあ、6世代だとタイガールーラー、まあ、8世代でもタイザシャンでちょっとだけ言われたりもしたけど、まあ、そんな感じの採用でゴツメが結構増えていくことは間違いないんじゃない。2つ目の環境の変化の予想が環境全体の高種族地化。これ予想というよりかもうもはや半分決まっている事実とか、まあ、でも種族地高いポケモンが単に解禁されるからというわけではなくて、強いポケモンが増えることによってその介護感に当たるような性能のポケモンが減った結果環境全体が高種族地になっていくみたいな。ロトムがサンダーだったりボルトロスだったりっていうのに変わるみたいな。すごい強くなったもん。いやまあもちろんロトムには水打点とかの強さもあるから、まあ、一概に完全劣化っていうわけではないんだけど、太平らしさジュアレム効果ボルトチェンジみたいな枠で採用するのであれば、まあ、変わりが効く、まあ、種族値上がって強いポケモンに変貌していくよねっていう話なんで、まあ、あとポケモン SV って対戦システムとしてテラスタルがあるんですけど、まあ、それによって、まあ、好きなタイプに変えれるからどうやって差をつけるかって言ったらやっぱ種族値になってくると思うんだけど、その種族値高いポケモンの方がテラスタル活かせてる、まあ、数値高いポケモン代表は、まあ、カイリュウなんですけど使いこなしまくってる、うん、テラスタル使いこなしに使いこなしてる。そんな感じの高種族値がたくさん解禁されるので、まあ、より一層このテラスタルを軸にした戦い方っていうのの幅は広がっていくんじゃないかな。テラスタル切りたがりな解禁されるポケモンったら何になるんだろう。クレセリアとかね、あ冬プラステラスで強いし、そうね、クレセリアはだいぶ切りたいね。イージューランドとかも飛行テラは絶対打ちたいでしょ。海流の飛行テラはみたいな感じ。そうなると、まあ、今までテラスタル前提で型を作ってたような既存のポケモンは、まあ、構築の枠を取り合う形にはなるんじゃないかな。あとは、まあ、種族値高いポケモンをさらに数値を上げる直気とかこだわり系とかの需要がもっと高くなっていきそう。特殊の高火力っていうのだと解禁されるやつだと永住ボルトとか直気ハッサムとかたまにいるけど、ハッサムはなかなか厳しいんじゃないか。もう今かなりタイプで頑張ってるポケモンだから、サンダーも永住ランドも種族値高ければタイプも優秀だから、タイプだけみたいなポケモンは優先されなくなるんだろうな。あとは今まで種族値が足りなくて、まあ、メンツ的にいまいちだった戦術がこの純伝説解禁によって開拓されるようになるかなって思ったんだけど、例えばトンボルチェンとかさ、今軸で戦ってるのってイルカマンぐらいじゃない。イルカマンハッサムみたいなやつだよね。あとジバコとか、あーまあまあ、あと技として入ってるだけで全然火力ないのだとカイナとかツツミとか、そうね、物理特殊が逆だから本当に対面操作だけで採用されてるポケモンたち、そいつらも当然強いんだけど、やっぱ火力がないとさ、あの目の前のポケモン倒せなくて交代しちゃうと裏のポケモン倒されたりみたいな、目の前のポケモン倒せたら、まあ、その分タクとしては強くなるし、突っ張り引き両対応なわけだから。スイッチだけど A 種族値的にウーラオスとかランドロスのトンボもダメージソースとしては強いと。であとトンボから出すポケモンも種族値高いから、タクとして外れ引いたとしても即負けないみたいな。なんならトンボからとかボルチェンから出てくるのも代表がウーラオスだと思うけど、耐性も強いし硬いし、サイクロの崩す性能もめちゃくちゃ高いから、構築の種類として、まあ、トンボルチェン軸っていうのは増えていくんじゃないかな。あと隠密マント持ち、今だとやっぱサーフ号ぐらいしかいないと思うんだけど、まあ、持ち物なしだと戦いづらいみたいなポケモンが多いわけだよね。かつこの巨人音を崩す性能っていうのもちゃんと持たないといけないってなると、意外と持つ剣に与えられるポケモンっていうのは多くないよね。まあ、隠密マント持つ仮想敵は巨人音以外にもオーニューラのフェイタルクローを防ぐためにも使いたいだろうし、まあ、需要は上がるんだけど、まあ、種族値高いポケモンが増えるなら隠密マントを持たせても性能発揮できるポケモン今よりは増えるんじゃない。ただ誰が持つんだろうな。剣舞ウーラオスにマント持たせるとか、まあまあ確かにサーフ号ぐらい強いし、それだったらもうめちゃめちゃ崩せるよね。まあ、仮にこういう感じで隠密が増えるんだったら巨人もっと肩身狭くなるなぁと。あと環境に起こる変化3つ目が毒菱戦術。とにかく浮いてるポケモンの数が一気に増えるね。ランド、サンダー、クレセ、ボルト。そうね、今まではカイリュウプラス、まあ、ロトム、アーマーガーくらいだったのに倍以上増えるから。あと鋼タイプもスイヌメルゴンだったりヒードランだったりみたいなのも増えるし、毒はそんな増えないか。オーニューラぐらいかな。オーニューラぐらいか。そうだね、このオーニューラが毒菱巻きそうなもんだけど、環境的に刺さるのかどうか難しいところだよ。そうだね、あんまり毒菱刺さんないなってなれば当然採用しなくなるわけで、まあ、そうなってくるとあの毒タイプのポケモンの採用理由っていうのも少し減ってくるよね。そうだね、今だと毒ガとかモロバレルとかドオとか毒菱回収を、まあ、構築の中での役割として採用されてること結構あると思うけど、まあ、そもそも踏まないやつが増えるんだったら別わざわざ回収しなくてもいい、どうぞ毒菱巻いてくださいみたいな。
毒ビシ撒いちゃうとガチ側の根性が起動してしまって最強ポケモンが誕生してしまうんだよ。特性根性かつ直系とか持ってるガチ側が毒ビシ踏んだ日にはマジバケモンやん。マモミガとかで削れるようなポケモンがいるんだったら、まあ、毒ビシ撒いてもいいのかなって思うけど、包みとかで身代わりで毒ビシのダメージ稼いで削って倒すとかだったら直系ガチ側にボコられるからね。まあ間違いなく採用の数は減るだろう。あと環境に起こる変化の予想、4つ目がテラスタルの変化。どのタイプが増えてきそうかっていう話だけど、やっぱりフェアリーは対ウーラオス考えたら増えるんじゃないかな。まあ、アクウラオスには量半減で、水ウラオスには格闘半減で水が等倍、まあ、水ウラオスには、まあ、完璧な対策にはなってないから、もともと物理耐久高めのポケモンがフェアリーテラスすれば、まあ、対ウーラオスの勝率は高いと言っていいんじゃないかな。格闘弱点のやつだったらフェアリーテラスすれば格闘技を誘えて殴りに行けるみたいな展開作りやすいし、まあ、水半減だとなおよしって感じか。包みのフェアリーテラスとかも強いんかな。あー、いや、ありだな。多分ウーラオスにめっちゃ強いよ、ね。うん、追加されるポケモンだとランドロスとかウーラオスとかそういった性能を持ってるから、まあ、一定数はいるんじゃないかな。あと増えそうなのが飛行テラス。こっちは結構分かりやすい飛行タイプがめっちゃ来ますよというところで、ランドサンダーボルト、こいつらが一致テラスタルで火力押し付けてくる。まあその中でも特に使い勝手のいい飛行技を覚えないポケモン、まあ、ランドロス、ボルトロスは一致飛行テラバーストっていうのは間違いなく数増やすだろう。まあ同じようなポケモンで現環境で海竜いるけど、海竜の飛行テラバよりも、まあ、火力は出るわけじゃん。そうだね、持続値高いからね。戦い方は違うけど、まあ、ランドロー、ボルトと枠食い合って回路が減らす要因にはなるだろう。まあ、以上の環境の変化の予想を踏まえて、まあ、既存のポケモンにどういった変化があるか、まあ、軽く予想していきたいと思います。まず、まあ、持ち物の取り合いの面から見て、まあ、どういう風な枠の取り合いになるかっていうのを考えていきます。まず食べ残し、今まで持ってるポケモンだとやっぱ巨ジオンとかチオンジン、あとヘイラッシャとかだけどね。新しく食べ残し持ちそうなポケモンで言うと、まあ、ヒードランとかクレセリアとかを持つのかな。あのクレセドラン自体がさ同時作業されやすいからそこも残飯食い合ってる。確かにガチグマとかもね、こないだ開かれた仲間大会だったら直気より多かったっぽいから、あくび残飯型もすでに開拓されてるし、あくびと相性いい食べ残し、まあ、全然持てるよ。まあ、でも巨ジオンとかチオンジンみたいな残飯必須ポケモンってあんまいないから。そうだね、残飯諦めるのはどっちかというと新しく来た側うん、巨ジオンとかチオンジン入ってんだったら、まあそっちに食べ残しを持つでしょ。次が突撃直帰、これは種族値高いポケモンいっぱい増えたからいろんなポケモン持ちたがってるよ。直帰なんてアタッカーの性能が多少あれば誰でも持っていいもんだからね。難度ガチグマドラン硬いし AC 高いし、リグレーション C で持ってるのだと、まあ、ディンルーとか、まあ、イーユイとかカイナとか、特にカイナとかほぼほぼ直系だしね。電気のボルチェンっていう枠でも枠の取り合いもあるわけで、あとカイナって対サーフ号をちょっと重き見てる直系枠だと思うんだけど、新しく来た直系持ちそうなやつみんなサーフ号にまあまあ強くね。まあ、地面組はあと、まあ、当然強いし、ヒードラもめちゃくちゃ強いよね。20ボルトも多分水耕速度的にはサーゴンに十分勝てるから、ね、こういっぱい来るのにカイナ使うことあるのかな。あんまり使わなくていいかなっていう風になりそうな気がするけどね。てか地面弱点もめっちゃきついしね。地面枠のメインがディンルーだったからカイナは結構ウキウキだったけど、格闘で殴れるし、うん、それがランドロスってなると、まあ、冷凍パンチで殴れはするけど、うん、まあ、ちょっと厳しいものはあるよ。ワダスペなくて渋々採用見送るパターンも多いから、ここが冷凍パンチ必須クラスになるんだったらまずカイナの肩が歪むもん、ね。そうね、それこそボルトチェンジが入りづらくなって本末転倒や。次が気合のタスキ、代表はやっぱりウーラオスですか。まあ、剣舞も覚えたことだしタスキ型めっちゃ増えるでしょう。まあ、あと地味なとこだとね、バサギリ大剣気とかでね一回耐えて仲間いたり、月光がもう高速アタッカーとしてタスキ相性いいしね。今タスキ持ってるポケモンはまずはパオジャンって感じで、まあ、あとは機能ガスタとか、ここまでめっちゃ多いってわけじゃないけど、包みとか紙とか、月光がもう強さが未知数だから何とも言えないんだけど、タスキがテンプレになるのかな。どうだろうね、まあ、こだわりかタスキかかなとは思うけど、みんなタスキ枠真っ先に月光が採用してウーラオスパオジアンをタスキで採用できなくなりましたみたいな流れ想像できないけど、まあ、ウーラオスもねタスキ以外でも何でもめっちゃ強いから大丈夫といえばまあ大丈夫だけど、パオジアンキノガッサほどの、まあ、タスキ一択ポケモンじゃないと思うからいくらでも使えると思います。
次がタイプかぶりの面から見て、同じやつ3体4体5体入ってたら、技の一環すごすぎてね、構築のバランスが悪いっていうことはまあ当然あるから、ね、まずは浮いてる枠、地面向こう枠だね。さっき毒ビシの部分で話したけど、まあ、現状海流ロトムアーマーがくらいだったのから大量に来ます。っていうかこいつら全員純伝説だから、種族値低いロトムとかアーマーガーはめっちゃ減りそうだよね。今ほど数をポン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 見かけるようなポケモンではなくなるだろう。海流ですら使用率トップ10入るの危ないんじゃないかって思えるぐらいみんな強いけど、レギュレーション D になってすぐはさ、絶対にランドロスとかサンダー使いたいじゃん。使いたいっていう面だと、うん、それはみんな新ポケモン使いたいよ。そうってなった時にさ、ランドロスサンダー海流って並びになってさ、まず誰抜くよってなったら使いたいポケモンを優先して使うでしょ。一旦海流抜こうかなみたいな、環境から海流いなくなっちゃうだとか全然あるからな。でも海流は海流だからな。結局一周回って帰ってきたりする、一周回って海流1位でしたみたいなオチ全然ありえると思うけど、まあでも枠取り合うのは間違いない、ね、っていうか地面枠既存だと、まあ、ディンルイヒット、まあ、ガブリアスカバルドンあたりかな。新しく来るのだと、まあ、ランドロスガチグマ、地面枠とは違うけど電気無効枠としてならレイジューボルトロスの蓄電もあるよね。今まで強い電気タイプっていうと、まあ、ロトム鉄のカイナあたりだったけど、まあ、高火力ボルチェンっていうとこもできるボルトロスとサンダが来るから、まあ、この地面枠っていうのは、まあ、価値はそれなりには上がってるよ。さっきの浮いてる枠だったらさ、まあ、パーティーに 2,3 体いてもまあまあってなる気するけど、地面2体以上入ってる構築ってめっちゃ汚いと思わない？構築の見た目として汚いなっていう感覚は結構わかる。ってなったら、まあ、ここにいる6体で、まあ、数を減って環境から消えるポケモンは絶対にいるよね。まあとりあえずこの中の誰か1匹は構築に入ってるよね。普通に組んでてこいつら誰一人として入らないことあるのかな？なんかなさそう。めっちゃサンダー重いしレジエリキやべーってならない気がするな。ならない。中でもボルトロスは蓄電で、まあ、テラスタルしても電気無効なのは、まあ、多分ボルトロスは特に対サンダーの性能が抜けてるから、まあ、そこを評価して入ってくることは、まあ、サンダーの数が多い限りはあるんじゃないか。あとボルトロスは別に地面枠ではないから、まあそう、ね、ボルトランドとかボルトディンルーみたいな見た目全然汚くないし、彼にディンルーがパオジアンに勝つために水テラスした後もボルトロスがいれば電気の一環は切れるみたいなとか言ってる。もう当たり前のようにランドディンルーというかランドガチグマみたいな多分いるよ。タイプかぶりなんてもう気にしないって4歳が教えてくれた部分でもあるから。まあ確かに、まあ、強ければ別にタイプかぶっても全然いいって感じか。最後3つ目が格闘枠、まあ、対4歳っていうところでレギュレーション C から格闘タイプの需要っていうのはかなり上がっていったんだけど、このヨザルとかキノガッサとか鉄のカイナとかこれらのポケモンまず同居してることなかったよね。うん、そうだね、ないね。まあ格闘って別に耐性めちゃくちゃいいわけでもないし、まあ、今は偶然強い役タイプがいっぱいいるから、まあ、需要が高まっているということなんですが、まあ、パーティーに被らせたくないということになると、まあ、枠の取り合いは浮いてる枠地面枠と比べるとさらにまあ激化だよね。とんでもって最強格闘ポケモンであるとこのウーラオスが来るから、ウーラオス採用せずにこいつら採用することあるのかな？なかなか難しそう。ウーラオスに強いポケモンに強いみたいなのは、まあ、どのポケモンでもありはするだろうけど、まあ、少なくとも対4歳という面で言えばウーラオスが一番強いから、ね、そうね、まあ、格闘に関してはちょっとウーラオス一強かも。しかもウーラオス2匹来るからね。うん、確かにウーラオスの連撃を採用しないなら次一撃採用するかってなるから、この枠争いはかなり厳しそうだ。というわけでレギュレーション D の環境に起こる変化の予想をしていったんですけど、この中のどれが正解でどれが見当違いなのかも分かりません。ゴツメ増えると思うけどな。スタートダッシュを切るにあたって、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということで、とんでもないぐらいびっくりするぐらい笑っちゃうぐらい外れてるっていうことはまあ多分ないと思うんで、一旦最初は参考にしてもらっていいのかなっていう気はします。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。